皆さんこんにちは、こういちです。ついに届きました iPhone 15。 結構待ったんですけれども、今日ようやく到着しました。私は 15Pro を購入しました。今回の動画ではこちらの開封はもちろんしていくんですけれども、15Pro の購入理由や、そして一緒に買ったアクセサリー類もあるので、こちらの紹介もしていきます。熱問題などが話題になっていますが、私の使ってみた感想はまた別の動画で紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずは購入理由からです。私は今こちらの iPhone 12 を使用しています。無印の iPhone 12 です。なのであまり最新機種にはこだわっていない方です。iPhone 12 自体も1年半くらい前から使っているので、その時点で iPhone 13 が販売していたので、すでに型落ち状態でした。じゃあなんで今回 iPhone 15 を購入しようと思ったかというと、大きく分けて3つ理由があります。1つ目は USB 端子です。今大抵のガジェットや PC の端子は USB-C 端子ですし、そういったガジェット類とケーブルが統一できるのは嬉しいですし、あと Android スマホと充電環境を同じにすることができるので、モバイルバッテリーの貸し借りとかを友人とすることができますよね。こういうメリットがあるので USB 端子の iPhone 15にしたいなと思いました。あと私の場合、一応カメラやガジェットを中心に YouTube をやっているので、スマホの充電環境をカメラと同じにできるのはとても大きなメリットです。次、2つ目です。 iPhone 12 にはない機能を使ってみたかったというのが購入理由の2つ目です。例えば iPhone 12にない機能としてはダイナミックアイランド、こちらは昨年発売の 14Pro から搭載されていますが、今回はiPhone 15Pro だけではなく無印の iPhone 15にも搭載されている機能です。あとは常時表示、こちらは去年の 15Pro から搭載されていて、今年もプロモデルしか搭載されていません。あとはアクションボタンですね、こちらは今年の 15Pro から搭載されている新しい機能で、ここにある消音ボタンですね、こちらが新しく物理ボタンに変わり、こちらの物理ボタンにいろいろな機能を割り当てることができるようになりました。購入理由3つ目はカメラガジェット系の YouTuber なので、もうそろそろカメラを今持っている iPhone 12からアップデートしたかったという点が購入理由3つ目です。 iPhone 12 だとメインカメラの画素数が12メガピクセルなんですけれども、 iPhone 15 だと48メガピクセルになっています。また12だと望遠機能もなかったんですけれども、 15Pro だと3倍の望遠ズームが搭載されています。で、私が無印の iPhone 15 ではなく 15Pro を購入した理由が Apple Pro Raw です。まだ一度も Apple の RAW データをいじったことがないので、いじってみたかったっていうのと、いつも一眼カメラを持ち歩くわけではないので、気軽に持ち出せるカメラの一つとして運用してみたいなと思い、プロモデルを購入しました。欲を言えば今回の 15Pro で1インチセンサーに進化してくれたらよかったんですけれどもね。このあたりは来年の16とか17あたりでぜひ実現してほしいなと思っています。それでは早速こちらを開封していきたいと思います。あ、これがありましたね。ペリペリが失敗しましたが、では開けていきます。逆ですね。それでは開けていきます。オープン、来ました、来ました。 iPhone 15 Pro。それでは箱を開けていきたいと思います。あと下にもあるんですけれども、シリアルとか書いてあるんで、こちらちょっとお見せせずに同じく剥がしてきます。 OK、 それでは開けていきます。オープン、来ました。私が購入したのはホワイトチタニウムです。めちゃめちゃ綺麗な白です。
ちょっと動画だと分かりづらいかもしれないんですけども、角度変えるとやっぱ表情違いますね。色の表情が角度によってはシルバーっぽく見えたり、また角度によっては綺麗な白に見えたりしますね。めっちゃかっこいいですね。早く箱から出せよって感じかもしれないですけども、私の持ってる12と比べると結構カメラがごついですね。かなりカメラが出っ張ってますね。12だとほぼ出っ張ってないんですけれども、15 Pro、 プロだからかわかんないんですけども結構カメラがごっつくなってますね。それでは箱から出していきたいと思います。よいしょ。まずは入っていたのは紙類、シムピンと、あとはペラーと、あとステッカーですね。これらが入ってました。これも使わないので箱に戻しておきたいと思います。あとは USB-C2C のケーブルですね。素材はナイロンのケーブルですかね。よくあるナイロンケーブルなんですけど、結構柔らかいですね。なので持ち運びとかは結構柔らかいのでしやすいんじゃないかなと思いますね。結構コンパクトにくるくるってまとまってますし、なので使い勝手いいケーブルなんじゃないかなと思います。ちょっと私は手持ちのシリコンケーブルとかあるんで、ちょっと一旦これは使わずに箱に戻しておきます。それでは早速この紙も剥がしていきたいなと思うんですけども、今まで知らなかったんですけども、こういうところになんかここ電源ボタンだよとか、音量プラスマイナスで消音のボタンだよとか、あとはここが充電端子だよとか、なんか紙にも書いてあったんですね。全然知らなかったです。じゃあ紙剥がしていきたいと思います。よいしょ。ではオープン。うわー綺麗。うわー液晶綺麗ですね。で持った感じですけども、すごいここエッジが丸みを帯びていますね。かなり持ちやすいですね。持ちやすい形状。カメラがまあ多少出っ張ってるので、持った時にこの辺とかが当たるんで多少は気になるんですけど、まあスマホケースつければこの辺の出っ張りとかはあんま気にならないんじゃないかなって思います。かなりエッジが丸くて持ちやすいですね。持ってて痛くないですね。12とかだと結構エッジが立っているので角張ってる印象だったんですよね。だけど15 Pro だと結構丸くて痛くないですね。長時間持ってても。でボタンですけれども、まあ同じく電源ボタンがあって、でこれがアクションボタンですね。で音量プラスマイナスで、ここが SIM カード入れるところで、端子のところを見ていくと USB Type-C になってますね。でこれがまあスピーカーで、噂によるとここの充電端子のところボディのカラーと同じ色になってるって噂なんですけれども、私ホワイトチタニウムなのでちょっとわからないですね。これが例えば15とかのカラフルな結構ポップな色だと、それに合わせてここが黄色とかブルーとかになってるみたいですね。私 iPhone はこの 3GS から使ってるんですけれども、基本はいつも型落ちの iPhone を狙っていたので、いつもは家電量販店とかで機種変更してたんですよね。なのでこうやって自分一人で iPhone の開封をするのは初めての経験です。こうしてみると 3GS ってかなりコンパクトですよね。うん、なんか確かに昔こんな感じのスマホ、昔のスマホってこういうサイズ感だったなって思います。ミニってだいたいこういうサイズ感なんですよね。 3GS の方がちょっと厚みある感じはありますけれども、めっちゃ懐かしいです。この時は 32GB でした。写真の画素数とかもあまり多くなかったので、こんぐらい容量あれば結構十分だったんですよね。動画もあんまり撮んなかったですし、めっちゃ懐かしいです。
それでは起動してセットアップしていきたいなと思います。じゃあ電源入れてきます。おお、来ました、リンゴマーク。やっとデータの引き継ぎができましたので、続けるを押していきます。続ける、あ、アクションボタンの設定ですね。でカスタマイズしていきたいと思うんですけれども、この画面かっこいいですよね。一応いろいろ設定できるんですけれども、これがまあ今までのショーモードへの割り当てで、集中モード、カメラ、フラッシュライト、まあ、懐中電灯みたいなやつですね。でボイスメモ、拡大鏡、あとショートカット、これいろいろな機能に割り当てられるんで、ゆくゆくはこれに割り当てたいなと思っているんですけれども、今回は別の機能に割り当てたいかなと思います。でアクセシビリティでアクションなしですね。今回はカメラをアップデートさせたいっていうのが目的で iPhone 15 Pro に塗り替えたっていうこともあるんで、まずはカメラに割り当てたいなと思います。でいろいろ選べるんですけれども、私は普通に写真かなと思います。これで続けるを押していきたいと思います。で使用開始、これでデータ移行完了です。次にアクセサリー類、まずは取り付けていきたいなと思います。先ほども紹介したんですけれども、今回は全部2マソのもので揃えました。購入したのは保護ガラス、あとこちらがスマホケースですね。あとはカメラカバー、こちらを購入しました。スマホケースは2マソのものは1回も使ったことないんですけれども、保護ガラスの満足度や他のアクセサリー類の満足度も高いので、今回は2マソのものを選びました。カメラは保護フィルムしか使ったことないんですけれども、今回はカメラカバーというものを購入しました。それでは早速取り付けていきます。まずはガラスフィルムからです。それで開けていきます。オープン。まずは保証サービスの中ペラですね。あとは貼り方が書いてある説明書、これが保護ガラスの貼り付けキットです。でこれが貼るときに使うガイドですね。であと保護ガラスが2枚入っていました。入ってたものはこんな感じです。貼り付けキットにはこれらが入ってました。すべて2個ずつ入ってます。じゃあまずウェットクリーナーで拭いていきたいと思います。さっき開けたばかりなのでそんなに汚れてはないと思うんですけれども、一応きれいに拭いていきます。でクロスですね。たまに質の悪いメーカーだとこのクロスが毛羽立って余計なんかその繊維がついてしまうってことあるんですけれども、今そのクロスは綺麗ですね。ここからこういうカメラの清掃道具なんかも適宜使っていきたいなと思います。で、このガイドをつけて、結構綺麗なんですけれども、せっかくなので、ちょっと目に見えないようなやつもあるかもしれないから、取り除いていきます。はい、良さそうですね。じゃあここからは素早く、ここに入っちゃいましたかね。ああ大丈夫そうかな。でここも大丈夫そうです。
今とりあえずガイドは外しました。であとはこうやってクロスで空気を抜いていけばいいんですけど、なかなか抜けないっすね。ここしぶとい、結構ここの空気がしぶといんですよね。ゴミ入っちゃったんですかね。うん、もう大丈夫そうですね。これで完了です。貼ってみた感想ですけども、もうこういうフリック感、操作感は最高ですね。ぬるぬる動く感じがします。なんかこう引っかかる感じとかそういうのは一切ないですね。でまあガラスフィルムで厚みがあるので、まあ横からのスワイプの時の引っかかり、そういうのはまあ多少あるかなと思いますね。せっかく丸みを帯びているのに、まあここの引っかかりが気になるっていう方はまあいるかなと思います。まあそういう方はもうガラスフィルムじゃなくて薄めのフィルムを使うしかないのかなっていうふうに思います。ガラスフィルムとしては最高ですね。指紋もつきにくいですし。それでは続いてはこちら、じゃん、カメラカバー、こちらをつけていきたいなと思います。それでは開けていきます。オープン。よいしょ。中はよいしょ、中はさっきと同じく保証の中、申請書ですね。あとは説明書。あとこの中にはさっきと同じくクリーナーとクロス、あとはホコリ取りシートはないんですね。あとは実際のこのカメラカバーですね、これがあります。先ほどと同じく2つずつ全部ありますね。では早速取り付けていきたいと思います。説明書にはなんかここホコリ取りシールで液晶画面を軽く叩き端末表面をきれいにしてくださいって書いてあるんですけども、ちょっと今回同梱物には見つからなかったですね。たださっき保護ガラスの方で使わなかったホコリ取りシールがあるんで、そちらを活用していきたいなと思います。じゃあまずウェットシートで、よいしょ、カメラを拭いてきます。でクロスで水分拭いてきます。それでは早速貼っていきたいと思います。カメラカバー取り付け完了です。こんな感じですね。結構取り付けも簡単でしたね。カメラのところだけ穴が開いていたので、カメラとその穴の位置を合わせるだけでスーッと入っていったので、特に大変さはなかったです。ガイドなんか全然不要ですね。これで写りがどうかですけれども、まあ多分問題ないんじゃないですかね。なんか空気とか入っているような感じもしないので多分大丈夫だと思います。ただ外そうと思えば簡単に外れちゃうので、例えば結構高い位置から落下させたりするとその衝撃でこれも外れちゃうとか、そういうことはあるかもしれないですね。実際にこういうカメラカバーのレビューなんか見ていると、落とした時にこれも外れちゃいましたとか、そういう口コミも見たので、別に今そのものがそうっていうわけじゃないんですけれども、まあこのカメラカバー共通の課題なのかなっていうふうには思います。逆に外れづらすぎてもこれが割れた時とか取り外すの大変だったりすると大変ですからね。もし外れちゃったらもう一個入ってるのでそれを使えばいいかなって思います。じゃあ最後にスマホケースを取り付けていきたいなと思います。そしたら開けてきます。オープン。よいしょ。まずは先ほどの保証の申請書ですね。あとはクリーナーですね。まあ取り付けるときに拭いてくださいよっていう感じですかね。で実際のケースがこちらですね。オープン。よいしょ。今回はクリアケース購入しました。まずはこの iPhone の色自体を楽しみたいのでクリアケース購入しました。
さっきから使っている、クロスで一応拭いて取り付けていきたいと思います。よいしょ、いい感じですね。クリアケースつけるとこんな感じです。端子やスピーカーの部分にも穴開いてますし、 SIM のところは何も開いていなくて、ここはあれですね、ストラップみたいなそういうのをつける穴ですね。でボタンのところはこういうボタンが押しやすいようにちゃんとなってますね。でこちらもボタンでいます。2マッソのこのケースのボタンのとこすごい押しやすいですね。おー、すごいいい感じですね。で取り付けるとき、ここさっき、カメラカバーつけてたんですけれども、全然干渉することなくてスッと入りました。簡単に装着できましたし、何にも問題ないですね。まあ、このケースソフトケースって感じなので、さ持った感じちょっとプニプニしてるかなっていう、そんな触り心地ですね。ただ透明感もすごいあって、最初のクリアケースとしてはかなり満足ですね。ただ動画ではちょっと分かりづらいと思うんですけれども、全体的にこの辺ドットが入ってるんですよね。で裏も同様ですね。こういうのが嫌って方はちょっと避けた方がいいかもしれないですね。透明見ると全然わかんないんですけれどもね。すごくいい感じですね。持ちやすいですし。ニマソにはマグセーフ対応のケースも売ってるんですけれども、今回は、私がマグセーフ対応のアクセサリー関係全く持ってなかったので、普通のケース買いました。ただ今後はこれを気軽に持ち出せるカメラとして使用するなら、マグセーフ対応のこういったミニ三脚に取り付けられるようにマグセーフ対応のアクセサリーも購入していきたいなと思うので、そういう時にはちょっとクリアケース2マソのものかわかんないんですけども、マグセーフ対応のケースに買い替えたいなと思ってます。最後にカメラの3倍ズーム試してみたいなと思います。そっか、こんな感じでマクロ撮影もできるんですよね。 iPhone 12にはマクロ撮影なかったので、このマクロ撮影も楽しみですね。じゃあまずはこれが1倍、 24mm の焦点距離ですね。ちょっとスマホとカメラの位置関係的に見づらくて申し訳ないんで。